はい、前回ホワイトアウトオレオと交尾したねノーマルのメスが多分卵を産んでるんで、今から見ていきます。卵にね、日にちを書いておきました。2月11日で、フランキーに移します。どうしようか。今回はバーミキューライトに直接ね、これ多分有精卵ですね。うん、いい感じっぽいぞ。おそらく、2ヶ月後だから4月頃になるんじゃないですかね。多分それまでね、ゆっくり温めておきます。まあ、一緒に入ってる卵はね、全然関係ないクレスの卵ですね。まあ、設定温度一緒なんで、そこで一緒にね、温めます。シェルターは邪魔っぽいな。シェルター取ろうかな。これ大丈夫かな。シェルターが邪魔なんだ。うん、このオスは優秀ですね。めちゃくちゃすぐ盛る。一応多分成立したみたいですね。うん、まあ繋がってるかどうか見えないけど、今日やってまた後日追いかけって感じでいいんじゃないかな。オスは凛々しい顔してますね。目がキッてして。これでまあホワイトオレオポッシブルヘテロパターンですが取れるんで良かったですね。はい。